タップ。タップ。タップとは、金属加工において、穴の内側にネジを刻むために用いられる工具である。タップの外観は、おネジやドリルに似ており、穴の奥へ回転しながら削り込むことで、目ネジが形成される。一般的な形状のタップは、食いつき部、溝部、ネジ部、シャンク部で構成されている。メネジを作る方法には、タップ加工の他に、洗濯、 フライス、放電加工がある。タップはこれらの加工に使われる工具と比較すると、安価で簡単にメネジが加工できる。加工途中に工具が切損すると、ワークの中に折れたタップが残ってしまい、工作物を使えなくしてしまう。タップの種類は、溝の形状で分類することが多く、ハンドタップ、スパイラルタップ、ポイントタップ、盛り上げタップの4種類に分けられる。 ハンドタップ、スパイラルタップ、ポイントタップは切削タップと呼ばれ、メネジを切削で形成するため、切りくずを排出する溝がある。しかし、盛り上げタップは、メネジを蘇生変形させて形成するので切りくずを排出させる溝が、工具にはない。タップで、最も歴史が長いのが、ハンドタップである。ハンドタップは、ストレート溝であるのが特徴である。 メネジ加工時に切りくずは細かくなり、溝の中に溜まっていく。そのため、止まり穴と通り穴の両方に使うことができる。スチール、アルミニウム、芋など幅広い金属加工に使われている。特に、刃先強度が強いため、高高度材の加工に適している。現在では、タップを機械に取り付けて使うことが多いが、手作業で、ネジ立てを行うこともある。 その場合は3種類のハンドタップを使う。手仕上げによって加工する場合の使い方は、最初に先タップ、次に中タップ。材質が硬く、タップが効いていると感じた場合、最後に仕上げタップを用いて穴の最深部までを完成させる。一般に3分の2回転させて、ネジを切った後、3分の1回転分の戻しを行って、切り口を吐き出しながら、 作業を進める。タップが折れてしまうと除去することは困難なため慎重に作業する。また加工時にタップが傾いているとネジが緩くなる。手作業でネジ立てをする際、タップを回すためにタップレンチあるいは T 型タップホルダーが用いられる。T 型タップホルダーは昇景に用いられる。螺旋状の溝があるタップをスパイラルタップと呼ぶ。切りくずの排出性が良く。 下穴が止まり穴でも通り穴でも加工できることから一般的に広く使われている。右ネジ用のタップには右ねじれの溝があり工具の進行方向と逆に切りくずを排出しながら目ねじ加工を行う。切削タップの中では刃先が鋭く切れ味が良い。そのため進みすぎという現象が起きて大きなねじ穴ができることがある。スパイラルタップは溝のねじれの違いで おおよそ加工できる金属が変わってくる。ねじれが強いほど切れ味が良くなるが、刃先合成が弱くなり、刃掛けが起きやすい。逆にねじれが弱いと、切れ味は悪くなるが、刃先合成が大きくなる。実際には、ねじれの強さだけでなく、タップの母材なども違っているが、おおよそ次の通りに、溝のねじれ別に加工できる金属分かれてくる。強いねじれ、溝のタップは、や、 炭素鋼の一般的な金属の切削に適している。中程度のねじれ溝のタップは 40HRC 程度の調湿鋼の加工ができる。弱いねじれ溝のタップは耐熱合金向けの用途となる。切りくずを工具の進行方向に排出させるための溝を持ったタップがポイントタップである。ガンタップと呼ぶこともある。切りくずを工具の進行方向へ排出するため、 通り穴の加工しかできない。その反面、溝に切りくずがたまらないので、切りくずつまりやネジとタップの間に、切りくずが挟まり、工具がセ損するといったトラブルが起きにくい。工具の全体合成も比較的大きいので、安定したネジ加工ができる。下穴を蘇生変形させることにより目ネジを形成させるタップが盛り上げタップである。 切りくずが出ないので切りくずを排出させる溝はないが、切削油剤の供給を良くするための溝がついている。メネジを素性変形で形成するため、加工できるのは天然性の良い金属に限られている。アルミニウム合金や軟高の加工に使われることが多い。メネジの精度が安定するという利点があるが、素性変形で作ったネジの強度が明らかになっていないので航空機部品のように、 安全性が求められる部品加工にはほとんど用いられていない。また、ネジを盛り上げて作る分だけ切削タップで使う、下穴よりも大きく開けて、下穴の精度管理も厳しく行う必要がある。別名ロールタップ。平行ネジ用、テーパネジ用の2種類がある。平行ネジ用は、通常の機械的結合に使用される平行ネジの加工に使用する。テーパネジ用は、 水道管、ガス管等待密性を要する低パネジ、水上に直径が次第に減少している、ネジの加工に使用する。別名ガスタップ。タップは高速度工具工が多く用いられており、低合金の工具工、SK、SKSK の需要は減少傾向にある。高速度工具工製のタップは、50HRC を超える焼きレコや複合材料を除く。 様々な非作材の化が可能である。難作材の代名詞といえる、ニッケル基合金やチタン合金も、例外ではない。近年、徐々に需要が増えているのが、超高合金製のタップであるが、その増加傾向は微増である。超高合金製のタップは、50HRC を超える焼きレコーと、複合材料の加工とアルミニウム合金途中鉄の高速加工に用いられる。 50HRC を超える被作剤は、高速度工具工では、高度差が少なく超高合金を用いる他ない。また、超高合金製タップは、アルミニウム合金と中鉄に対しては良好な値、摩耗性を示す。アルミニウム合金や中鉄に対しては高速加工を行っても、高速度工具工成より、超高合金製のタップは10倍を超える、工具寿命を示す。 フライス工具の材料として、サーメットや CBN 単結晶ダイヤモンドが用いられている。しかし、タップは工具形状が複雑なため、これらの材料では形状を作ることができず実用に至っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。